赤目現象は赤目現象は動物にも見られる。赤目現象とは、フラッシュを使って写真を撮影したとき、人物などの目が赤く映る現象を言う。赤目効果とも言う。フラッシュの光は高速であるため、目の交際によって、瞳孔を閉じる時間がない。そのため、光は、血管が多い網膜に直接届き、光で照らされた網膜が写真に映され、赤くなる。この原理は、 眼底検査にも使われている。赤外線で撮影した写真やビデオでも、目が異常に輝いて映る。これも原因は同じで、網膜が光を反射しているためである。一般に、交際が灰色や青などの色の薄い人や、子供が赤目になりやすい。交際の色が薄いと、メラニン色素が少ないため、網膜に届く光が多くなり、子供は、動向の収縮や拡大が極端で、 暗いところでは瞳孔を大きく開けていることが多いためである。多くの種には網膜の後ろに光を反射するアキライタと呼ばれる組織があり、夜間の視力を強化している。これがあるため赤目現象はさらに強調される。また、輝き板の反射光は赤とは限らないため、目が様々な色で光るという現象になる。例えば、猫をフラッシュで撮影してみると、 その目は青、黄色、ピンク、緑など様々に輝く。暗闇で猫や虎、ヒョウなどを撮影した際に目が青白く光って見えるのはほぼ同様の原理に基づく。Adobe Photoshop などのグラフィックソフトウェアを使って赤目を補正する方法はいくつかある。ここで示した方法はレイヤーによる混合を使った方法である。猫の場合、赤目現象は赤く見えない。 赤目を防ぐ方法はいくつかある。フラッシュを使わないで撮影する。光量は明るい場所で撮影する。レンズの絞りを広げる。感度の高いフィルムを使う。シャッター速度を遅くする。増感現像する。あとからデジタル画像編集で明るさを増強するなどで補う。部屋の照明を明るくしておく。動向がもともと若干と地気味になることで赤目が起きにくくなる。 フラッシュの光を直接被写体に当てず、天井や壁、またはプロが使う反射板に向けて、その反射光を被写体に当てる。フラッシュの光が拡散されて、目に届くため、赤目が起きにくくなる。こうした手法は、関節フラッシュやバウンス撮影と呼ばれる。フラッシュをカメラから離し、光が斜めから目に入るようにする。反射光は直接カメラに入ってこなくなるため、 赤目が起きにくくなる。フラッシュがカメラ内蔵型でない場合、フラッシュとカメラの距離が被写体とカメラの距離の1、20以上であれば良い。例えば、被写体との距離が2メートルなら、レンズとフラッシュの距離が10センチメートル以上あれば良い。特に110フィルムを使うポケットカメラは小型なため、レンズとフラッシュが近く赤目現象が起こりやすい。その対策として、 カメラとフラッシュキューブの間に挿入する長さ1 0トル程度の棒状のアダプターが用いられることがある。カメラに備わっている赤目軽減機能を使う。これは一般に撮影の直前にフラッシュを少し光らせ、動鉱を閉じさせてから再度フラッシュを光らせて撮影するものである。AF 補助光がある機種ではこれを赤目軽減に使うこともある。ただし、 フラッシュが事前に光った時にたまたま被写体が瞬きしていると効果がなくなる。また、瞳孔が極端に閉じた状態の写真は不自然に感じられる。被写体がカメラのレンズを見つめないようにする。例えば撮影者の肩のあたりを見る、よう指示する。画像編集ソフトウェアの赤目を修正する機能を使う。ただし、一般にボタン一つでできるというわけではない。 完全自動で赤目を修正する機能を持つソフトウェアもあるが、その確実性は100%ではない。目の悪性腫瘍の一種である網膜目細胞腫は赤目ではなく白く映ることがある。これを白色動向と呼ぶ。また、薬物には光彩の動きを鈍くするものがあり、そのような薬物を摂取した被写体では赤目を防ぐ各種方法が役に立たないことがある。 ベラドンナの実から抽出されるスコポーラミンは、そのような働きがあり、これはかつて、瞳孔が大きいと美しく見えると考えられていたため、毒性物質であるにもかかわらず一種の化粧品として使用されていた。ちなみに、ベラドンナはイタリア語で、美しい女性という意味合いである。ありがとうございます。